ギャリー・マッコイはオーストラリア・シドニー出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権の 125cc クラスと 500cc クラスで勝利を記録した。豪快なスライド走行でコーナーを抜けていくライディングスタイルが有名である。その一方、転倒により怪我を負うことも多かった。1992年、マッコイは初めてロードレースを経験したわずか4ヶ月後に、 ロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした。翌年からフル参戦を開始したが、1993年、1994年は伝統による負傷で何戦かを欠場することになった。1995年、シャアアラムで初優勝を果たした。翌1996年には、地元イースタイクリークでキャリア2勝目を挙げた。 翌1997年シーズンまで 125cc クラスに参戦し、クラス通算で2勝7度の表彰台1回のポールポジションを記録した。1998年、マッコイは一足飛びに 500cc クラスにステップアップし、シェルアドバンスチームから本題の SR500V を買ってデビューを果たした。開幕から9戦中6戦でポイントを獲得したが、 転倒により足首を骨折して、シーズン終盤を欠場することになってしまった。翌1999年開幕時は、失業状態だったが、シーズン中盤にレッドブルヤマハ WCM チームのシートを獲得し、ユーザー500を借ることになった。第12戦バレンシアでは自身クラス初の3位、表彰台を獲得した。2000年シーズンはマッコイにとって、 飛躍の年となった。WCM チームに残留し、開幕戦ウェルコムで 500cc クラス初優勝を遂げた。マッコイはミシュランを履くライダーの中では、唯一16.5インチ系のタイヤを選択していた。そちらの方がマシンを横向けに滑らせて、コーナーを抜けていく彼の独特なライディングスタイルに若干合っていたからである。その後第12戦、エストリル、 第13戦バレンシアでも勝利し、年間ランキングでは5位に入る活躍を見せた。しかし、翌2001年は、第4戦ルマンで手首を負傷したことが影響し、未勝利でシリーズ12位に終わった。2002年、500cc クラスは、モートジッピークラスに改変となったが、マッコイは WCM チームデニストローク社のユーザー500に乗り続けることになり、シリーズ20位に沈んだ。 2003年シーズンはモートジッピークラスに本格参戦を開始した川崎のワークスチームに加入し、アンドリュー・ピットと共に忍者 ZXRR を借ることになった。しかしマシンに戦闘力は全くなく、マッコイはピットと共に失意のシーズンを送ることになった。2004年はスーパーバイク世界選手権に活動の場を打ちし、NCR チームで ルカティ999を借ることになった。サテライト仕様のマシンながら第2戦フィリップアイランドで優勝を果たし、年間ランキングでは6位に入る活躍を見せた。翌2005年はカール・フォガティが運営するフォギー・ペトロナスチームに移籍したが、3気筒 900cc のペトロナス FP1 は戦闘力に欠け、マッコイはわずか4回の入賞に止まり、 シリーズランキングは22位に終わった。2006年は翌年から本格参戦を予定していたイルモアの 800cc 元グップマシン、イルモア X3 の開発ライダーを務めた。終盤2レースにはワイルドカード枠で参戦し、ポイントを獲得した。翌2007年には当然イルモアのレギュラーライダーとして参戦することが期待されたが、 アンドリュー・ピットとジェレミー・マクイリアムスにシートを奪われる形となってしまった。しかし結局、イルモアは開幕戦1レースに参戦しただけで、資金不足により、モートジッピーから撤退してしまった。2008年はスーパースポーツ世界選手権に活動の場を移し、この年から参戦を開始したトライアンフのデートが675を走らせることになった。しかし、 ライバルの日本車勢に比べると、トライアンフのパフォーマンスは劣り、また、第8戦ブルノの予選で、大怪我を追い終盤戦を欠場したこともあり、マッコイはわずか2度の完走、シリーズ26位に終わった。2009年も引き続きトライアンフを借り、WSS への参戦を継続した。マシンのパフォーマンスは改善し、第8戦ドニントンでマッコイはトライアンフに初、表彰台をもたらす。 その後最終戦ポルティマオでも3位表彰台に立ち、シリーズランキング8位を記録した。2010年シーズン、マッコイは新規参戦の FB コルセチームと2年契約を結び、モートジッピーに復帰を予定していた。しかしながら、モートジッピー唯一となる3気筒マシン、FB01 は、テストでのパフォーマンスがあまりにも低く、参戦の許可が出る目処が立たなかったため、 マッコイは6月にチームを去った。ありがとうございます。